川崎区にある堤根清掃事業所の全面改修工事がこのほど終わり、近代的なゴミ処理施設に生まれ変わって本格的な運転が開始されました。ゴミの焼却能力は1日最大600トン。幸区全域と中原区川崎区の一部から集められたゴミがここで処理されます。改修にあたっては建物全体を半地下式にし、周辺に住む人々の日照を侵さないように配慮しています。2機の焼却炉は遠隔操作で行われ、運転データはコンピューターによって自動的に記録されます。また煙をきれいにする電気集塵装置、余熱を利用した自家用発電など、公害防止や省エネルギー対策にも力を入れています。将来は余熱を利用した温水プールの建設も計画されています。